まあ、先入観が可能を不可能にするとかっていうのは、まあ、僕はここに入ってきた時もそうでしたし、まあ、後から振り返ってこう、ああそうだなって思うこともあると思うので、その時にこう分からなくても後から ああいうのすごい大事だったな、ああいう言葉もらってよかったなって思うこともたくさんあるんじゃないかなと思ってます。僕が野球やってたからにはてっぺん目指したいなっていう、すごいレベルの高いところでやってみたいなと思ったので、まずプロ野球選手になりたいって思って、まあ、今度近づいてきたらさらに上でやってみたいなって思っただけで、ただやっぱりイチローさんとか松井さんとか松坂さんもそうでしたけど、やっぱ NPB でこうトップと言われる人たちがこう、ね、海外に行って、やってこう素晴らしい成績を残して、っていうのを見てると、やっぱりこう憧れみたいなものが生まれるんじゃないかなと思ってますし、僕の中で今行きたいっていう気持ちがあるので行動に移したっていうだけですね。まあそれ親のこととか考えたらね、やっぱ2年待って一生安泰ぐらいの金額もらえちゃうので、ただ今の自分にその金額が見合うかって言ったら、僕はあんまりピンとこないので、それよりもやっぱり今やりたいことを優先したいなっていう。契約がマイナーだけでやっぱプレーできるのは変わりないので、僕が肝心なのはそこなだけで、頑張ればやっぱり数年後は上がりますし、そこはもう自分次第なので。でその二刀流を提案した時もすごく面白そうだというふうに思ったし、まだまだ伸びしろがあってうまくいってないこともいっぱいあるんだけども、それで行くっていうことが大事なんです。成功するとか失敗するとか僕には関係ないんだと、それをやってみることの方が大事なんですって言い切ったので、多分誰もやったことのないことをやりたいんだと思うんです。結果じゃなくてチャレンジしてみることが嬉しくてしょうがないっていうタイプの価値観を持ってる。もう本当に野球界の宝なので、何かあったらどうしようって自分が辞めるぐらいでは責任取れないので、そのことはすごく怖かったですね、毎日毎日。ただ絶対にできるとこっちは信じていたので、この5年間一回も二刀流ができないんじゃないかと思ったことはないので、まあ、そういう意味では大変だったのかもしれないんですけど、こんなに幸せな時間を過ごさせてもらったことはないのかもしれないというふうに思います、はい、別に何番打ってもいいし、どこで投げてもいいし、ただ自分がこう最後野球やめた時に成長できる糧を踏みたいなと思ってましたし、身につけられる技術をできる限り多く身につけてやめたいなと思ってるので、そのために必要な糧を踏みたいなと思ってましたね、まあ、やっぱり二刀流をやらせてもらえるっていう、2つやらせてもらえるっていうのは僕にはない画期的なアイデアでしたし、まあそれは大きかったんじゃないかなとは思いますね、まあ、特にどれが正解だということもないですし、まあ、たとえそれが失敗だったとしても、まあ、それはそれで自分にプラスになるのかなとも思ってますし、これから先こうもしまた2つやりたいという子が出てきた時に、それが一つのモデルになって、失敗を成功にこうつなげてくれたら、それはそれでいいことだと思ってるので、